1931年のオレンジ市の展示会、バレンシアオレンジショー、アステカジーン。オレンジ軍の軍庁所在地である、サンターナから北に約3マイルにある。市内の古い街並みは1920年以前に建設されたものが多く、オレンジ市はそれらの建物を保存することを決めたので、地域の他の都市が1960年代にそのような建物を解体したのとは異なっている。 オレンジ市の地域は裕福な小都市、ビラパークを取り囲んでいる。2010年国勢調査での人口は136,416人であり、2000年から約6%増加した。オレンジの町初期の田園風景、左上に見える鉄道がオレンジに柑橘類や家畜を運んでくるために使われたオレンジ市となった地域には、 長い間、トングバ族とフアネーニョ族、類性ニョ族インディアンが住んでいた。1769年のガスパールで、ポルトラの遠征隊の後、フニペロセラ神父が率い、メキシコのナヤリット州サンブラスを出た、遠征隊が、この地域をバレホデサンダーナと名付けた。1776年11月1日、サンフアンカピストラーの伝道書が、ヌエバエスパーニャのアルタカリフォルニアでは、 最初の高級的ヨーロッパ人開拓地となった。1801年、スペイン帝国は、ホセ・アントニオ・ヨルバに62,500エーカーの土地特許を認めた。ヨルバはこの地を、ランチョ・サン・アントニオと名付けた。ヨルバの広大なランチョの中には、現在のオリーブ、オレンジ、ビラ・パーク、サンターナ、タスティン、コスタ・メサ及びニューポート・ビーチの各市が含まれている。 この大きなランチョの中からランチョサンティアゴデ・サンターナのような小さなランチョが生まれた。退役したスペイン軍人でこの地域では最初の土地所有者であるドン・フアン・パブロ・グリハルバが1809年にスペインの植民地総督からアロヨデ・サンティアゴの地にランチョを設立する認可を受けた。米国戦争の後、1848年のグアダルーペイダルゴ条約によって アルタカリフォルニアがメキシコからアメリカ合衆国に割上され、その後多くのカリフォルニアがその土地に対する権利を失ったが、グリハルバの子孫はイギリス系アメリカ人との婚姻によって土地の所有権を維持した。遅くとも1864年以降、ロサンゼルスの弁護士であるアルフレッド・チャップマンとアンドリュー・グラセルが共同あるいは別々に、 サンティアゴクリークの両上約5400エーカーの土地を確保した。グラセルは現在のコスタメサの地に4000エーカーの土地も持っていた。その町を作る場所として水が重要な要素だった。グラセルはサンターナキャニオンから水をもたらして灌漑を行う地点を必要とし、また土壌の質がその選択に影響した可能性がある。当初の地域社会は リッチランドと名付けられたが、1873年に新しい名前になった。土地の歴史家フィル・ブリガンディが表した著作、オレンジ、広場の周りの都市では、1873年、この街は郵便局を必要とするだけ大きく成長しており、申請書がワシントンに送られた。しかしその申請は、すでにカリフォルニア州サクラメント郡にリッチランドという地名が、 あったために拒絶された。リッチランドの人々はくじけずに新しい名前、オレンジで申請をやり直した。と記している。ブリガンディは、オレンジという名前を選択するときに、それは繁栄する亜熱帯の農業地域を暗示する、市場性のある名前だった。第二にすでに、ロサンゼルス軍の南側を、オレンジ軍として創設する案が出ていた。最後にグラセル家は、 バージニア州オレンジに住んだことがあり、この名前は親しい響きがあったと3つの理由を説明している。グラセル家は同様に古いプランテーションをリッチランドと呼んでいた。この町は一かバチかで、すなわち古い神話でその名前を決めたのではなかった。この小さな町は1888年4月6日にカリフォルニア州の一般法によって市政を執行した。オレンジ市は オレンジ郡の中で唯一広場の周りに計画され建設された都市なので広場の都市というあだ名をもらった。国内で2番目の大陸横断鉄道がオレンジ郡に入った時、オレンジ市はカリフォルニアサザン鉄道が止まる最初の発展した町になった。この町は19世紀最後の10年間に他の周辺地域社会と同様に最初の飛躍的成長を始めた。これは カリフォルニアで栽培される柑橘類に対する需要が大きくなったことが貢献しており、この期間はオレンジの時代と呼ばれることもある。1886年から1888年にかけての南カリフォルニア土地ブームは鉄道の運賃競争によっても加速され、人口の拡大にも大いに貢献した。オレンジ軍の大半の都市と同様、農業が 地元経済の背骨となり、第二の不動産ブームが起きる1950年代までは、成長もゆるりと安定したものだった。ロサンゼルス市の都心とオレンジのような周辺とを結ぶ地域全体の高速道路網ができて、1950年代から1970年代初期にかけて大規模な住宅地開発が行われ、これが今日でも多少ペースが落ちたものの、 市の東端では続いている。オレンジは、北緯33度48分11秒整形117度49分57秒、北緯33.80306度整形1 1 7 8 3二五0度、3 3 8 0 3 0 6 1 1 7 8 3二五0に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は27.0平方マイルであり、この内陸地は23.1平方マイル、水域は0.5平方マイルで、水域率は1.9%である。南カリフォルニアは一年中快適な気候であることで知られている。4月から11月までは暖かい日から暑く、乾燥した日まであり、日中平均最高気温は、下市74度から下市84度。 最低気温は下肢52度から下肢64度である。太陽の緩和効果により、気温はオレンジ群の内陸部よりも冷涼である。内陸部では下肢90度を超えることも多く、時として下肢100度に達する。11月から3月はいくらか雨が多い。オレンジ群の地域は微気候に典型的な現象もある。気温は 内陸と海岸の間で、下肢18度も違うことがあり、その温度勾配は1マイルあたり、下肢1度以上にもなる。カリフォルニア州特有のジューングルームあるいは、メイグレーという気象現象があり、晩春から初夏にかけて海岸部では朝に雲で覆われるかりが発生するが、正午までには日照が出るのが通常である。オレンジ群の地域では年間平均降水量が15インチで、あり、 主に冬から春に降り、通常は通り雨程度だが、時として激しい降雨と雷を伴う。海岸部のトーランスはやや降水量が少なく、山岳部はやや多い。降雪は都市部では極めて稀であるが、市域内にある山岳部では毎年降雪がある。オレンジ市役所、1921年頃。この建物は1964年に解体され。 原子役所に建て替えられた。オレンジ市の歴史地区であるオールドタウンは当初の広場の周り1マイル四方であり、姿勢を敷いた後に建てられた多くの建物が残っている。活気のある商業地区であり、オレンジ軍最古の原村銀行ややはり最古の相田水売り場がある。この歴史地区は1997年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録され、カリフォルニア州内では 最大の史跡である。オールドタウン保存協会はこの地区を維持するための非営利団体である。オレンジ市は歴史的建造物が集中している広さでは、州内第2位と特徴がある。建造物と場所のリストはアメリカ合衆国国家歴史登録在リストで見ることができる。その古風な小さな街という外観のゆえに多くのテレビや映画でその背景に使われている。 オレンジ市東部のピーターズキャニオン公園以下は2000年の人口統計データである。オレンジ市内にはグラセルカテラ、エルモデナ、オリーブなどヒスパニック系住民が多い地区がいくつかある。またアルメニア人、イラン人及びアラブ系。カリフォルニア州議会では上院の第33及び下院の第71、72選挙区に属している。 連邦議会会員では、カリフォルニア州第40選挙区に属し、クック投票動向指数では、共和党プラス8となっている。2010年時点で、すべて共和党議員が務めている。2009年包括的年次財政報告書によれば、オレンジ市の雇用指トップ10は、下表の通りである。オレンジュプラザの中心にある噴水、1937年12月1日、上幕。 最初の噴水は1886年に同じ場所に作られた。噴水基盤の名板には、ここを通り過ぎるものなら誰でも、この国を守るために戦いに行ったオレンジの勇敢な、人を思い出すことになる。と書かれている。オレンジ市には公園、湖、小さな動物園、一つの大学及び野生生物保護区がある。ザブロックアットオレンジは、 大型の屋外ショッピングと娯楽のセンターであり、市の生誕にある。この中には、オールドネイビー、ホリスター、アンテーラーファクトリーストア、およびサックスフィフスアベニュー、オフフィフスの店舗が入っており、また AMC シアターズ、デイブバスターズ、バンズスケートパークおよび、ラッキーストライクボーリングセンターなど高品質の娯楽施設がある。歴史的に、オレンジプラザは、 主に多様なアンティークショップがあり、古美術品収集家の中でよく知られた場所となってきた。最近の傾向としては、衣類のブティック、いくつかの気軽な大型レストランが入ってきた。またスターバックスコーヒーが2店舗あり、プラザを挟んで対象に位置している。ラジオシャック、ウェルズファーゴ銀行、フリーメイソンの支部、さらには歩いて行ける範囲に、チャップマン大学や再建された。 公共図書館もある。1915年に組織化されたオレンジ婦人クラブがオールドタウン地区のプラザ近くにある。そのクラブハウスは1923年から1924年に建設されたものであり、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。2009年時点で婦人クラブ総連合のメンバーであるオレンジ婦人クラブはなお活発であり、 会員数は180人である。毎年行うフラワーショーは4月に72周年を祝っており、市の主要行事になっている。オレンジュプラザでは100年以上にわたって、レイバーデーの週末にオレンジ国際ストリートフェアを開催している。知人、家族、隣人が集まり、世界中の文化の様々な食事、音楽、ダンスを楽しんでいる。 この行事から上がる利益は地域社会の人々を支援する事前事業に使われている。元アッチソンとピカサンタフェ鉄道本線沿いに位置するビラパークカジュエン協会放送工場はオレンジ群で唯一残り創業を続けている果物の加工場である。ルイス・エインズワースハウスはオレンジ市で唯一の改修された家屋博物館である。 1978年と1979年、プロのサッカーチーム、カリフォルニアサンシャインが、オレンジで、レギュラーシーズンを戦った。オレンジ市は、メジャーリーグのチームに縁がある。野球のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムや、アイスホッケーのアナハイム・ダックスは、サンターナ川対岸のアナハイムが、本拠地である。南カリフォルニアの大半の都市と同様、市の主要交通手段は、 自動車である。市は多くの州道に近く、またサンターナフリーウェイとも呼ばれる、週刊高速道路5号線もある。週刊高速道路5号線と、集道57号線と、道22号線の2つの州道とのジャンクションは、一般に、オレンジクラッシュとも呼ばれ、オレンジ群で最大級に、半華なインターチェンジであり、市の南西端に位置している。オレンジ市の東部には、 イースタント、フットヒルというカリフォルニア州では、初期の有料高速道路である二つの有料道路があり、オレンジ市とアーバインやランチョサンタマルガリータ各都市を結んでいる。高速道路の多くはオレンジ市内を通らないが、むしろ四十八橋になっている。修道十五号線は、市の北東部で、修道十一号線を起点とし、修道十二号線と五十七号線は、 南西部から始まっている。オレンジでは最初の鉄道であるサンターナオレンジタスティン街イロ鉄道は全長4.04マイルの馬車鉄道線であり、1886年からサンターナとオレンジの間を走った。その1年後、サンターナオレンジ自動車道会社がこの線を買収し、ダミーの蒸気機関車と一両のガソリン自動車を輸送手段に使った。 1906年、ヘンリー・ H ・ハンティントンが、ロサンゼルス都市間鉄道車の公園でこの会社を取得し、線路を電化した。オレンジにある元アッチソントピカサンタフェ鉄道の地中海復興用式複合駅車。1938年5月1日に落成し、1971年に旅客船運行を止めて閉鎖された。1990年11月15日に、 オレンジ市が歴史史跡に認定した。2004年7月にはキャスククリーバーレストランが入った。ハンティントンのパシフィック電鉄が運行する新線の旅客サービスは1914年6月8日に始まり、レモン通りにある駅を起点にした。この路線は地元間橘類生産者の貨物輸送手段となり、アッチソンとピカサンタフェ鉄道と直接競合した。 パシフィック電気鉄道は1961年にサザンパシフィック鉄道に売却され、1964年には廃線になった。アッチソン・トピカ・サンタフェ鉄道は、その傘下にある南カリフォルニア鉄道によって1886年にオレンジ市内の最初の軌道を敷設し、翌年最初の駅舎を建てた。この路線はサーフライン鉄道線の一部となり、1 9 2五年には、 毎日16編成の列車がオレンジで停車した。柑橘類の出荷時には、オレンジ駅から48両分の柑橘類、オリーブ及びクルミが毎日出荷された。現在メトロリンクの地域通勤鉄道網で、ロサンゼルス、インランドエンパイア及びサンディエゴ郡北部とが繋がれている。メトロリンクのオレンジ駅は、中心街歴史地区にある元サンタフェ鉄道駅に隣接してあり、 また、オレンジ軍交通局のバス停にもなっていて、乗り継ぎ駅として、メトロリンク全体の中でも2番目に乗降客の多い駅となっている。元のサンタフェ鉄道本線はこの駅の北にある、ツ接点を経由して、ロサンゼルス、リバーサイド及びサンディエゴ各市と繋がれている。隣接するサンタアナにあるジョンウェイン空港からは、毎日地域の定期便が運行されている。オレンジは、 世界のご都市と姉妹都市を結んでいる。オレンジはオランダのユドレヒトとチリのサンティアゴでチレとも地域、社会協力関係を結んでいる。ありがとうございます。